どうも、しばです。今日はですね、美味しいラーメンを作って食べてもらおうのコーナーです。ということで今日用意しましたのはこちら。こちら、ケンタッキーフライドチキン。ドラム3つしかないよね。ね。いや、これは何かね。え、骨だけいるって言ってたから、さっきいただきましたよ。あ、なるほどね。あれですよ、口つけてないの。あ、ほぐしてね。ちゃんとほぐして。はいはいはい。わ、うん、かりました。で、椎茸。ニンニク、はい、生姜、はい、玉ねぎ、はい、ネギ、はい、もやし、はい、卵麺ということで、今日はこれを使って激うまスープを作っていきたいと思います。ということでね、はい、やりましょうか。じゃあ私ちょっとドラム普通に食べたいね。だって絶対これ普通に食べた方が美味しいやん。違う、まあラーメン食べてからということで作っていきましょう。はい、ドラム、私のドラム、うわうわうわ、これをこちらに入れます。で、このこれも入れます。ネギ、生姜、ニンニク、玉ねぎ、で、椎茸、以上でスープを取っていこう。あと丸入れようか。絶対丸。大丈夫でしょ。あ、昆布。と昆布。ということで以上でこのまましばらく待ちたいと思います。結構美味しい匂いする。でしょ。何これ。でしょ。なんで？いや、それが鶏ガラじゃないね。やばい。ネギもたっぷり作ってます。ちょっと。あ。何してんの？ちょっとできんのに時間かかるからな。ちょっとな、餃子焼こう。餃子で伸ばす。そう、できましたー。どうだ、これ見て、めっちゃうまそうにできたくない？美味しそう。これやばいでしょ、完璧でしょ、僕今日めっちゃバリバリやけど、ちょっと待って、うわ、見てすごい。いただきます。はい、熱いかな。いや、熱いでしょ、これ冷たかったら怒るで。せやん、マジ食べよう。めっちゃうまいことできてるやん。僕餃子やらないじゃん。美味しい。こうやって円描いた方が良かったでしょ。2倍気にするもんな、うん、そんな外見の癖して、うん、ちょっとさ、ラーメンもさ、できるのは時間かからずいっぱいしようや。しよう、うん、どうしよう。いや、私もう3杯目ぐらい。おい、いや、だってさっきなんかライフしとったやん、突然ライフ。オーケー、もうこの画面でこっち置いてさ、えこっち置いてさ、それいっぱいしよう。じゃあ、乾杯です、皆さん。あれ、また変わったグラス使うね。うん、今、洗ってなくて、カピカピになってるね。いただきます。もう飲んでも、もう飲んでもな、もう飲んでもな。ここの餃子美味しいね。美味しい。またあのリンク貼っときます。テイクアウト専門のなんかリンク貼るみたいな最近になってるけど、小ぶりな餃子なんですよ、すごい。うん、一味がしっかりしとって、これさ、タレつけんでも美味しいんじゃない？うん、ちょっといってみますね。うん、うん、タレなし全然美味しい。絶妙なこの餡の分量やね。うまっ。めっちゃ進むやん、ちょっと。半分こかい。まあ、ラーメンと餃子一緒に食べたいから早く急いで。無理でしょ、まだスープできてないし。もうないわ。ないな。全部いただくな。いいよ。パルパル。ね。うん。うん。そば美味しいわ。
はい、ということで、あれからね、1時間、もうちょっとか2時間ぐらい、見てください、こちら。くたくたに煮込まれてやがる。なんか煮込まれたお鍋みたい。まあまあ、確かにそうかもしれないけど、すごい美味しそうでしょ。美味しそう。香りもいいし。香りはいいね。だから、これを今から、スープを分けていきましょう、これで。一気に入れて。多分、絶対熱くて、もてんくなるから。取って、取って。いけるで大丈夫だし。死ぬって。いけるよ。死ぬ。いきます。はい。材を取ります。で、これがスープ出来上がりです。はい。はい、ちょっとまだ鍋汚いと思いますけど、大丈夫？いや、こんぐらいの方が味があってね、いいんです。ラーメン屋さんみたいな。そうです。秘伝の食べ。秘伝の食べ。秘伝の顔。このブツブツの数だけ。ちょっとね、こうやってピューってペッ。はい、ということで、できました。スープの方がこちらです。ということで今からメイン茹でて食べていきましょう。これラーメン屋さんで見たことある。お器をね、ぬくめて。おっと。戻すんかい。おい。お醤油。これちょっとね、チャーシューを作った時の煮汁です。味の素。結構入れるね。うまみですから。じゃあ。はい。二人前しかないんや、あんなきゃって。麺三玉入れます。玉茹でていきます。なんで笑ってるの。もないです。塊入れたやろ。入れてません。サービスだよ、姉ちゃん。やったー。で、ネギ。おお、ネギってめっちゃ美味しそう。ネギ、ね、メンマ。メンマをここに。で、ここの空いたところに。はい。ドカンと。うわ。ドカンといきましょう。ドカンと。ケンタッキー入れるわけね。そう、で、ニンニク。ニンニク少々。少々でいいよ。少々ね。お久しぶりだ。少々にしときよ。出来上がりでーす。シバ流ケンタッキーチキンチキンラーメン出来上がりました。イエイ。はい、ということで出来ました。こちらです。見てください。じゃじゃじゃーん。こちらがですね、ケンタッキーフライドチキンで作った醤油の鶏ガラスープラーメンでございます。まず見ていこうか。ね、スープこんな感じです。意外にね、このチー油がちょっと浮いていい感じですね。チー油かもしかしたらケンタッキー油かわからないですけど、いただいていきましょう。いただきます。おおおお、美味しい。めっちゃ美味しいと思う。ちょ、ビールいきます。ちょっと食べてみてたもんね。やった。いただきます。はい。ん、ラーメンや。ラーメンやな。ラーメンができてしまった。じゃあ麺、麺ね、今日初めて使う麺やからね、これ。どうだろうか。いただきます。普通に醤油ラーメンじゃないですか。俺絶対やれよ。まさかケンタッキーから出汁取ってるって誰も分かれへん。うん、うん、ありや。あり。うん。そのチキンはどう。怖くてまだいかれへん。じゃあぶっこんだチキンいってみます。これ絶対味別物になってるからね、ちょっと怖いね。じゃあいきます。ぶっこみチキン。別の味がするけど、美味しい。うまっ。え、入れてよかった。別で食べたかった。そうやろ、言ったやん。うん、これいけますね。
なんでそんな恐る恐るチキン持ってるの？意外にチキンはうまいから。そのまま食べたかった。それを言ったらダメだよ。まあ、せっかく入れてくれたんで、うん、これどこ持って食べるのかな。いや、持たない持たない、もうそのままね。いただきます。はい、どう？どうですか？うん、どう？3人いや、それ以外は結構完璧に近いと思うよ。それ以外ね、うん、皆さん、いけます。建築でラーメンできます。うん、はじめさんちょっと濃いなと思ったけど、やっぱ麺入れるとね、いい感じ。うん、もう作ってる間にさ、うん、飲みすぎて顔真っ赤やで。ラーメンランキングでこれないんですか？今まで僕が家で作ってきた中のラーメンランキング。ラーメンランキングか、うん、なんかあったっけ？他あった？スタミナラーメン、うん、他ない。じゃあ2位やな。ね、スタミナラーメンの方が美味しい。あれ美味しかった。え、しかもあの1回目作ってくれた時あんまりやって、うん、で、作る回数が増えてくるにつれて、そう、味をね、ちょっとね、めっちゃ改良していって、うん、美味しなってきて、この前のスタミナラーメンはめっちゃ美味しかった。そうでしょ、僕もね、普段から、ね、頑張ってるんです。で、このベースでスタミナラーメンしても多分美味しい。あ、うん、ちなみにこれ何点ですか？30点。なんで低い？え、なんで低すぎる。だってこれチキン入ってるし、これ別でこう置いといてくれたらすごい良かったかも。なんて別やったら、別やったら50点そうかな、50点か、うん、まあ、まあ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 、よしよしよ、50点やったらよしや。うん、次豚骨ラーメン作ろう。あ、いいやん、豚骨ラーメン作ります。次天一のラーメン食べたい。それ鶏ガラやん。鶏ガラがいい。ちょっと肉屋に行ってあるかちょっと探してみます。ちょっと頑張って作ってみます。ということで、まだ空芝食堂ラーメンシリーズ、あの見たい方は高評価お願いします。まだオリジナルレシピとかあったらね、ぜひとも教えて、パクるからで、めっちゃうまかった。僕ラーメン屋するから、 YouTube やんで、ラーメン屋するから、ラーメン屋やっしゃーいみたいな。ごちそうさまでした。これほんまにこのドラム読むやで、うん、味の種類が全然ちゃうもん、うん、なんか食べた瞬間うってなる。なあ、これはこのスープのまま完結したかった。残念、なんで入れたの？ハハハ。